中学校の頃、いわゆる徒競走でビリだった私がいきなり一等賞を取ったことがあります。その方法をお教えしましょう。これは競争における必勝法になり得るかもしれません。まずスタートラインにつきます。構えます。その時ものすごくおっかないものが後ろから高速で追ってくると暗示をかけます。私の場合、高さ3メートル以上の重機ですりつぶすための刃や回転装置が満載しているようなものを連想しましたね。地鳴りを上げてそんなやつが後ろからバーって走ってくるわけです。で、スタートライズがあったら猛ダッシュでそいつから逃げる。足が今にも削り取られそうな距離をものすごく近いところまで迫ってくるから必死に逃げるなんて暗示を持って死に物狂いで走ったらゴールテープを切ってるという。結論、逃げ足は速い。あれ、バカバカしいですかね。まあ私もそう思いますね。だけど暗示の力っていうのは侮れません。何をやるにしても心構えというものは大事ですが、単に目標とするもの、つまりそちらに向かうものではなくて、全力で離れる、逃げるためのもの、つまり締め切りなり終わりなりが迫ってくると思うことは割と効果があると思います。何かの仕事をするならば、いつでも着手して終えて良いと思うより、あと何時間で終わらなければならないとする方が実際には済むであろうと思います。夏休みの宿題は最後の日にやるなんていうわけではないですが、私が中学生の頃徒競走でビリだった時は、私は自分の影を追うような走りをしていました。それはダメですね。ダメダメ。暗示は何につけ効果的です。人や状況によって効果が全然違うので半分ヨタ話かもしれませんが、できれば何かに向かったり目指すという同じ方向に行く暗示よりも、何かから逃げるという暗示の方が効果的かもしれませんという話をしてみました。